フレッド・ホビーは、アメリカマサチューセッツ州ニュートンセンター出身の男子テニス選手。本名は、フレデリック・ハワード・ホービーといい、愛称のフレッドで呼ばれた。ハーバード大学卒業。1890年代前半の全米選手権で活躍し、男子シングルスで1895年、男子ダブルスで1893年、1894年の2度優勝した。右利きの選手で、体格は身長173センチメートル、体重77キログラムほどであった。フレデリック・ホビーは1890年から1896年まで7年間全米選手権に出場した。ハーバード大学の学生時代、彼は全米大学対抗テニス選手権で1890年、1891年に男子シングルス2連覇を達成し、1891年はロバート・レンとのペアで男子ダブルス優勝を果たした。学生テニス選手権を単複制覇した後、ホビーは1891年から1893年の3年連続で全米選手権男子シングルスのチャレンジラウンド決勝に進んだ。初期の全米選手権では挑戦者決定戦のチャレンジラウンドからオールカマーズファイナルへの流れで優勝者を決定した。ホビーは1892年に初めて挑戦者決定戦の勝者となり、大会前年度優勝者、オリバー・キャンベルへの挑戦権を得たが、初めてのオールカマーズファイナルではキャンベルに5から7、6から3、3から6、5から7で敗れた。キャンベルは1892年の3連覇を最後に、現役を引退したため、1893年の大会では、オールカマーズファイナルがなくなった。この方式の場合、自動的に決勝に進出できる前年優勝者が出場しなかった時は、チャレンジラウンドの決勝結果を優勝記録表に記載する。1893年のチャレンジラウンド決勝には、ホビーとロバート・レンが勝ち上がった。ホビーはレンに4から6、6から3、4から6、4から6で敗れ、男子シングルスで2年連続準優勝の苦杯を舐めた。1893年、1894年の2年連続で、ホビーはクラレンス・ホバートとペアを組んで全米男子ダブルスに連覇を果たす。1895年、彼はついに宿願の男子シングルス初優勝を達成した。2年ぶり4度目のチャレンジラウンド決勝で、ウィリアム・ラーンド6から1、9から7、6から4で破ったホビーは、1892年以来のオールカマーズファイナルでロバート・レンを6から3、6から2、6から4のストレートで圧倒し、レンの大会3連覇を阻止した。翌1896年、ホビーは自動的にオールカマーズ決勝に出場できる大会前年度優勝者としてチャレンジラウンド勝者を待つ立場になった。ここでレンが勝ち上がってきたため、二人は2年連続3度目の決勝対決をすることになる。ホビーはレンに5から7、6から3、0から6、6から1、1から6のフルセットで敗れ、1893年、1894年の優勝者レンに王座を明け渡した。この試合を最後に、フレッド・ホビーは28歳で全米選手権から引退した。全米選手権での活躍から半世紀後、フレデリック・ハワード・ホビーは1945年10月18日に、フロリダ州マイアミビーチにて77歳で死去した。没後29年の1974年に国際テニス殿堂入りしている。ありがとうございます。